受験算数。一つひらめいたらスルスル解ける両問、おまけ問題付きです。では始めましょう。四角形 ABCD は正方形で、角 DBE イコール30度、 EF イコール8センチの時、正方形 ABCD の面積を求めてください。では解説をします。 AC は正方形の対角線なので、角 BAC イコール45度、三角形 AEC の内角の和により、角 AED イコール15度。ここで角 EAG イコール15度となるような、AG を引くとき、三角形 AGE は AG イコール EG の二等辺三角形、その外角より角 AGF イコール30度、角 GAF イコール90-15で75度。さらに三角形 AGF の内角の和により、角 AFG イコール75度。これにより三角形 AGF も AG イコール FG の二等辺三角形となり、 EG イコール8センチ割る2で4センチイコール AG です。また三角形 AGC も角 AGC イコール角 ACG イコール30度より、 AG イコール AC の二等辺三角形となり、 AC イコール4センチ。よって正方形 ABCD の面積は上のようになり、8平方センチメートルが正解となります。おまけ問題です。図のあの角度を求めてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、概要欄の URL からご覧になってください。